everything I can to read. Let's do it. バシヒデ Music and Culture。 はい、どうもバシヒデです。ってことでですね、今日は DTM 動画やっていこうかなっていうふうに思います。はい、 DTM をやる際にですね、ギターの音源とかを打ち込みでやる場合にですね、便利な情報をねお届けしていこうかなというふうに思います。ぜひぜひ最後までご視聴くださいませ。よろしくお願いいたします。それではですね、まず一回この音源を聞いていただきましょう。はい、これはですね、ラドウィンプスさんがね演奏している全然前世という曲をですね、僕がコピーしたものですね。全然前世といえば映画君の名はでね、主題歌となってね、君の名はのアルバムの中にも入っていてね、非常にかっこいい曲なんですけども、今回その曲を僕がねコピーしているんですけども、はい、で今回ね注目していただきたいのがここの部分ね。このね、今聴いていただいたバックギターとリードギターの部分のお話を今日はしていこうと思います。ちなみになんですが、ギターの音源は、まあ今これコンタクト、ネイティブインストゥルメンツのコンタクトを開いてるんですけども、まあコンタクトで使用することのできるですね、バーツというね、バーツという会社が出しているエレクトリシティというね音源を使ってます。このギター音源非常にね優秀な音源でですね、もう発売されてからは結構もう経ってます。10年近く経ってるはずなんですけれども、いまだにね、DTM をやる方の中ではものすごい評価の高いギターのね音源ソフトでございます。今日はねこれを使って、まあこれをね見ていただいて、はい、これ今ねこの表みたいなものと、これタブ譜ですね、ギターのタブ譜、まあコピーをねされる方にとってはね、このタブ譜というのは結構重要なもので、まあ楽譜ですよね。まあコピーをねやる場合に完全にね耳コピーしてしまうねすごい人もいるんですけれども、まあ多くの方はねこの楽譜をね見てコピーするのかなというふうにも思います。でこの全然前世のですね楽譜はたまたまですね、インターネットで出てまして、それを今使用してるんですけれども、めったにね、タブ譜がね、まあ、ネットでも出てるってことはめったにないです。やはり全然前世はねすごくねヒットした曲なので、やっぱ情報量も多いのかなっていうふうにも思います。通常であればね本屋に行って買ったりですね、まあ、インターネットでも買わなければねタブ譜っていうのはなかなか手に入りづらいものなんですけども、はい、まあ有名な曲だとね結構まあこう誰かが作ったものがねポンとその人のブログとかにね載ってたりはするんでね、まあ便利かなと思うんですけども、たまたまね全然前世のタブ譜があったので、まあ今使用してねこのように出してますけれども、はい、このタブ譜ですね、このタブ譜を使って先ほどのギターの音源ね、この4小節を説明するんですけども、これギターをね弾く場合であれば、これ下から1弦2弦3弦4弦5弦6弦っていう形で、まあこの場合だったら1234弦の開放2フレット4フレットを押さえるんかなっていうふうに思いますよね。ただこれをDTM で打ち込む場合ってどうにするんですかっていう話なんですよ、ね、でしかもこれカポフレット9って書いてありますよね。カポフレットっていうのはこれですね、カポ
これね、これをつけることによってちょっと窮屈だね、こう押さえとかが割と楽なところでね、窮屈なものと同じ音を出せるね、ほんと魔法のアイテムなんですけどもね。で、まあ、これカポフレット9って書いてありますね。こっちは、バックギターなんですけども、こっちはカポフレット4って書いてありますね。はい、この辺とかもはちゃめちゃだなということになりますよね。僕も全く最初分かんなくて、どうやって作ったらいいのかはっきり言って分かんなかったんですけど、ちょっと調べましてですね、まあこのような下のね表みたいなものをね、なんとか情報を入手することができましてですね、僕がこれは Excel で新たに作り直して今日動画で説明していこうかなっていう流れなんですけども、ですね、まず、説明していきます。まずはこれ1弦2弦これリードギターの方ですね。1弦2弦3弦4弦の024って書いてありますね。ってことは4弦のこの表ね、合わせますと4弦の0っていうのは開放弦のことですね。開放弦なので D の2ですね。で続いてが4弦の2 2フレットなんですね。2フレットっていうとここ E の2 E の2で次が4弦の4フレットだから F シャープ2っていうことなんですけども、このねE とか F とか G とか A とかって書いてあるのは、これはドレミファソラシド表記なんですね。ドレミファソラシド、日本語だとドレミファソラシドなんですけども、まあ通常は、まあ、C、D、E、F、G、A、B、C でドレミファソラシドっていうのをね表すんですね。これも音楽理論の話で、まあ、もっと専門的な言い方があったりするんですけども、ちょっと今回はそういうね専門的な話ではないので、まあこの数字はね、まあ A 数字はドレミファソラシドだというふうに思ってください。はい、で先ほど説明したようにここが1弦2弦3弦4弦5弦6弦のフレット数ですね。ここはフレット数なので、もうあとはここを追っかけていけばもうその通り、あとはここね打ち込むだけなんですね。簡単でしょ、こう打ち込むだけなんですよ、ね、だからこれはB の2ですね、 B の2、ですね、だからこれは4弦の0なので D の2でもこっちだと B の2になってますね。なんでやねんっていう話なんですけども、これはですね、ここが秘密としてあります。ここカポフレット、カポフレット、カポ9って書いてあるんで、カポをね9フレットにつけてるんですよね、先ほどお見せしたカポ。なのでこの数字プラス9、この数字プラス9、この数字プラス9、これ全部そうなんですけど、この数字プラス9ということは4弦のここは9になるわけですね。ということは4弦の9というと B の2ですね。なのでここ B の2で始まってるんですよ。で次は C シャープの3ってなってるんですけど、 C シャープの3、ここ4弦の2フレットってことですよね。4弦の2フレット、ここだと D2 のシャープってなってますけど、9を足すので11まで移動して4弦の2フレット C3 シャープってなってますね。ここだと C3 のシャープですね、といった具合に使うものなんですね。であとはまあね、拍とかねこう合わせていって打ち込むというものです。はい、なのでこのね表を使えば非常にね打ち込みだけ、実際にねこうエレキギターを弾かなくてもね、このように打ち込みだけでこのタブ譜の通り打ち込めますよってことですね。でこちらも同様ですね、こちらはバックギターで、バックギターなのでこの部分ですね、こういうじゃじゃじゃーんね、こういうね
ソロではなくてこう抑え、コードを抑えてる感じですね。はい。で、まあ全く一緒です。先ほどとここは、1弦の3で割烹が4なので、ここは1弦の7になりますね。1弦の7ということは B3 ですね。 B3 で次2弦の7なので F3 シャープですね。でここ0というのは開放弦だから4フレットの開放弦ですね。4フレットごめんなさい4フレット4弦3弦の開放弦プラス4なのでここ B の2になるわけですね。とにかくこの数字にこのカポがある場合はカポを足せばいいということです。まあカポがなかったらもうこのままね使ってこの数字をそのままここと合わせてですね使えばいいということです。なんとなく分かりましたかね。はい、ですです。であとですね、もう一個ね最後に説明しておこうかなと思うんですけども、これね何もギターだけでね使うものでもないんですよね。お、ちょっと読み込んじゃったな。今ね、これ今ギターのね、ですね、エレクトリシティですね。エレクトリシティで、よいしょ、でしょうか。このね。はい、こうやってね、綺麗な音色ですね。はい、このようにね、エレクトリシティもなかなか僕はおすすめのソフトだと思います。ちょっと値段の方はね、まあちょっと4万とか5万円とかしてちょっと高いものではあるんですけども、音源としてはね、ほんと間違いないし、機能もね、ソフトなのに本当エレキギターを弾いてるようなね、錯覚に陥るぐらい素晴らしいソフトだなというふうに思うんですが、まあ、その話は置いといてですね、このね、エレクトリシティで弾いた音源を、じゃあこれ、今度、ピアノ、これね、これコンタクトに入ってるニューヨークコンサートグランドってやつなんですけどもね、はい、かっこいいですよね。これにまあ今これ全く同じものをコピー&ペーストしてます。するとどうなるのかというと、こういう感じでね綺麗な音色を奏でます。はい、これはソロの方ですね。でバッキングの方もこういう感じで、ね、これはピアノをこれに入れてますね。はい、こういう感じで先ほどとミディのね信号は一緒ですね。これをね用いてこの部分をね今弾いてます。はい、ね、これと合わせてねいけばいけますよってことですね。はい、というわけでございまして、今日はですね、ギターのタブ譜をドレミファソラシド表記へする表をね用いて実際にエブルトンライブを使って打ち込みをしていくというね解説動画をやってきました。この動画がねいいと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。